皆さんこんにちはネットビスアナリスト横田修林です。今日も人工知能 AI について3分で考えていきたいと思います。ついにこんなどこまで来たかっていう話なんですけど、今ね、その婚活っていうものがなかなかね、あのー、話題ですね。そのまあ婚活っていうのは話題というか、そもそもね、あの、なかなかこう、 カップルができないということでいろいろね婚活パーティーとかこういうね、まあ、マチコンとか行われてるんですけどついにはここでですねロボット婚活パーティーっていうのが開かれたというものなんですねロボット同士が婚活をするのではないんですよね、まあ、そのロボットもそろそろねあの結婚したくなるっていうようなそんな最先端の話になったっていうのではなくてそのロボットを持っている えー、主人公あの主人ですねご主人様がロボットを介して相手の人と会話をする直接会って話すとちょっと話しにくいのでロボットさんに話してもらうということで、えー、シャープのロボホンを使ってですねそのお見合いが行われた婚活が行われたということが。 ニュースになっていましたこれあの見,見た目のね、えー、景色は結構ですね不思議な感じでカップルがこうカップルっていうかですね、えー、男女が向かい合ってテーブルのとこ座ってるんだけどテーブルにはロボ本が置いてあってロボ本同士で会話をしていて本人同士は会話をしてないっていうものを見てですね、えー、すごい時代になったなみたいなことが、まあ、ニュースになるわけなんですけどで別にこれは、えー、別にねなんか。 不自然ななことでもなんでももくて、別にその、例えばその婚活サイトなんかでチャットでやり取りするぐらいだったらまだねあの本人の顔を合わせながら顔を見ながら、えー、ロボホンに喋ってもらう方がずっとねあの現実に近いわけで顔を出そうと思った時点で現実に近いわけで,でそれでロボットで話していてロボットの方が自分の本音が言えたりするんだればそれでいいわけですよ。だってすでに、 普通のね、えー、夫婦においても会話をしないで line で会話するってことをしてるわけですよね。その line の方が、えー、娘は話してくれるけど、直接会ったら無視するみたいなこともあるわけですよ。だから別にそのあのそう考えれば普通のことなのになんかね。そのロボットっていう風うにみんなね、えー、捉えてですね。その拒否反応を示したりするんだけど、まあ現実にはもうね。そうなってるわけですよ。だから実際にロボットがその自分の言ってることを忖度して、なんか喋ってくれるんで？ ではなくて結局今は自分が考えた内容のことをロボットを通して相手に伝えているだけの話でそれ別に LINE でもあのコンカサイトのチャットでも同じじゃんって話ですよねまあでも一つのアイデアとしては面白いかなということでえ今日は紹介させていただきましたネットビジネスアナリスト横田修林でしたありがとうございましたではまた明日